ンジュが傷つけないようにね。うまく採取すればまたすぐ育つんだ。これこれ、いい素材が手に入りました。これでいいかな。クラフタの言った通りだったね。ふふん、発想力は錬金術師の必須能力ですからね。うんうん、よく気づいてくれたよ。クラフタはいい子だね。その言い方、子供扱いされてるみたいで嫌なんですが。それでこの中に入ればエルビーラ様がいる場所に行けるんだよな。ええ、いつものと同じだから間違いないわ。ですが、どうして今回に限ってなぜ入れなかったのかは私たちにも分かりません。何が起きてるか分からない以上、準備はしっかりとしておいた方がいいでしょう。分かった。この先に夢の神様エルビーラがいる。そして私たちが渦に吸い込まれてたどり着いた場所もこの木の前だった。もしあの渦とエルビーラ様が関係してるなら。プラフタ、どうか無事でいて。すごい、こんな空間があったなんて。ソフィーさん、あれ見て。あそこにいるのってまさか。エル、プラフタ。どうしてここに？なんでラミー以外がここにいるの？勝手に入ってこないで！この声、エルデビーゲに来る前に確かに聞いたことがあります。私もだよ。じゃあ、あの子がエルビーラ様なの？声が届いていないようだな。ああ、なんか嫌な予感してきたぜ。エル、聞きたいことはたくさんあるけど、話は後よ。まずはそこにいるプラフタさんを話して、ソフィーたちを元の世界に返してあげなさい。ダメよ、そんなの絶対ダメ。プラフタはまだここにいるんだから。あんたたちは今すぐここ。そんなの、プラフタは私の家族なんだから。エル、これ以上は冗談じゃ済まされないわ。今すぐプラフタさんをソフィーに。いや、絶対にダメ。説得は無理そうですね。
それならいいよ。説得が無理なら力ずくでも返してもらうから。ダメよソフィー、ダメ、来ないで、来ないでってば。ソフィー、ソフィーさん。大丈夫ですか、立てますか。平気だよエル、あなたなんてこと。帰れってこんなに言ってるのに。弱いところがあるな。どうだ、狙えるか。後ろにいるからな、クラフター。倒れなさい、食らいなさい。やるか、食らえ。息を合わせろ。
そこが弱点みてえだな。おい、後ろに続くぜ、ラミゼル。弱いところがあるな。どうだ、狙えるか。ソフィー、後に続くぞ。そこが弱点みてえだな。後ろにいるからな、クラフター。後に続くぞ。突っ込むよ。どうだ。覚悟はできたか。
すかも。一緒に行動しない？オリアスを盾に突っ込む。強力な攻撃が来るぞ。警戒しろ。倒れて。さあ。アレットちゃん、私も行くよ。あとに続くぞ。私が負けるなんて。なんとかなった。まだまだ強くなるよ。少し強くなった気がしました。まだ私は強くなれるという、ま、た怪我してないみたいだし、安心したよ。プラフト？ねえ、プラフト、どうしちゃったの？ソフィー、どうしたの？プラフト、目を開けないの。呼んでも全然反応ないし。まさか。どういうことなの？エル、説明しなさい。泣けば済む問題じゃないわ。分かってるの？だってこんなことになるなんて思わなかったんだもん。どういうことなの？どうしてプラフトはこんなことになっちゃったの？エル、泣いてちゃ分からないわ。
まずはどういうことか説明して。私、お話ししたかっただけなの。この子、プラフタと、それだけだったの。どうして人形の体に魂が入ってるのか、どうしたらそんなことができるのか、それを聞きたくて。人形の体？うん、今のプラフタは人形の体の中に魂が入っている状態なんだ。だから私はプラフタを人間に戻すために錬金術の修行をしてるの。しかし、どうしてプラフタは目覚めない？まさか我々もこのような事態になる可能性があるということなのか？ならないよ。普通は絶対ならないし、なったことだってないもん。でもプラフタは人形の体だから、人間の体じゃないから、魂の結びつきが弱かったの。だから体と魂がバラバラになって、魂が迷子になっちゃって。どうにかしようとしたんだよ。いろいろ考えて試したりもしたんだよ。でも私、夢の力しか持ってないから。バレないように必死で隠しながら、どうしようか悩んでたってわけね。いや、何それ、ただの子供じゃん。そうね、うん、実際そうなのよ。この子は神様で、私たちよりもはるかに長い年月を生きてることは確かなの。けどその間この子はずっと一人ぼっちだった。それに私と出会ってからもずっと他の人とは会おうとしなかったから。他人と関わる経験がなかったせいで、精神面が未だに子供のままということですね。そういうこと。でもだからってエルが今回やったことは許されることじゃないわ。失敗を隠したこと、何の説明もせずにソフィーをこの世界に投げ出したままにしたこと、誰にも相談せず一人でどうにかしようとしたこと、他にもまだまだあるわ。ラミゼルさん、もういいよ。これ以上怒らないであげて。ソフィーさん、いいの？プラフタさんをこんな状態にされちゃったのに。そりゃもちろん思うところはあるけど、本当に事故だったみたいだし、どうにかしようと必死になってくれたのは本当みたいだし。ねえエルビーラ、プラフタのことを助けようとしてくれたんだよね。うん。ならプラフタはまだ助かる可能性があるってことなんだよね。プラフタは魂が迷子なだけなの。その魂はこの世界のどこかをさまよってるはず。これは絶対だよ、間違いないよ。だからその魂を見つけて体の前に持ってくれば、魂は自然と体に戻るはずなの。なら私がプラフタを探してくるよ。この世界のどこかにいるプラフタの魂を
私が見つけてここまで連れてくるから。そういうことならば私も協力しましょう。彼女が未来の私である可能性があるならば、私としてもこのまま放ってはおけませんし。それにいろいろ聞いてみたいこともありますからね。私も手伝うよ。プラフタさん、このままにはしておけないもん。ああ、家族ってのは一緒にいなきゃだもんな。俺様も手伝うぜ。二人を再会させると約束した。共にプラフタの魂を探そう。みんな、この世界は魔物もいるしね。人手は大いに越したことはないわ。おいおい、ラミゼルも来るつもりなのか？お前は町のこととか依頼とかいろいろやることはあるだろう。バカね、そんなのは全部後回しよ。何よりも人命第一は当然のことでしょ。でも今日のところは一度帰って体を休めた方がいいわね。そうですね。それに手がかりがない状態で動くのも無謀ですし。私はもう少しエルから話を聞いておくから、みんなは先に帰ってて。わかりました。それじゃあソフィー、行きましょう。うん。私もあんな風に泣いちゃった時、おばあちゃんずっと隣にいてくれたな。今は帰って休まないと。プラフタの魂を探さなきゃいけないんだから。おはようソフィー、ようやく起きたのね。あ、おはようラミゼルさん。来てたなら起こしてくれればよかったのに。昨日の今日で疲れてると思ったからゆっくり休んでもらいたくてね。もう大丈夫？あんなに泣いて謝られたら責められないよ。そんなことしたらプラフタが起きた時に私が怒られちゃいそうだし。そっか。あ、ソフィーはいい子ね。うん、優しい子の方が正しいかも。ソフィーも起きたことですし、エルヴィーラのところへ行きませんか？魂を探すためにはどうすればいいか具体的に話し合わなければいけませんし。そうね、それじゃ行きましょう。行けますね、ソフィー。うん、大丈夫、行こう。新しいレシピ出来上がり。新しい道具作れるようになりましたよ。